シャケクレーンさんの持ち込み企画をやらせてもらおうかなということで、今日は5000円企画やらせていただきます、はい、お願いします。でルールは1個ずつ交互に取っていって、はい、まあ、何個取れるのかっていう感じですね。何個取れましたか？1、2、3、4、5、7個取れました。この方でもね、ちょっと5個以上取れると、まあ、1000円以下っていうことで。だって5個以上目安ですね。だいたい1000円以内で1個くらい取れればいいと思うんです。いや、ということでちょっとリベンジマッチなんですよね。まあリベンジって今見た人なんぞやって話なんですけど、はい、まあ、シャケ君のねチャンネルでこれチャレンジしたんですけど、最後500円、はい、ちょっとね延長戦してもダメだったんで、はい、ちょっとこれを僕はね頑張って取りたいなと思います。はい、やっていきます。お願いします。でまずはじゃあ僕の方から先やって、2個目はシャケ君のプレーということで、はい、まあ、とりあえずね多分あの右寄せで立てていければ。お、オッケーオッケー。ここまでは同じ感じですね。ちょうどいい指標っすよね、5000円って。まあ、そうっすね。リアルに言うと、多分5000円で、まあ、遊ぶのってゲームセンターで、まあ、ちょうどいい金額というか、1000円でちょっと足りないけど、1枚は使わないよね、みたいな感じなんで。あれ？あ、おー。あ、でも、まあ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 。とりあえず倒れたい、倒れたい、倒したい。倒れたい、僕は倒れない。倒れた。おー。あー、ギリギリ倒れた。オッケーオッケーオッケー。ちょい乗りしましたね。ちょい乗りですね。ちょい乗りって何ですか？現茶でしたっけ？現茶っす。ありましたね。懐かしいな。年代バレる。年代バレる。正体がバレる。これはもう、寄せ甘めの手前のせ。怖いですよ。いや、怖い。めっちゃ怖い、正直。稲川淳二の本当になって怖い話で怖い。あ、でも、いいんじゃないですか？正直ね、はい、取り切らないとちょっとやっぱ悔しいじゃないですか。いつも悔しいです。1200円だけでよりも初期位置に5回戻して取れた200円の方が気持ちいいみたいなのありますよね。間違いです。これでどう？あー、OKOKOK。 これであとは押しかチャブ台か。チャブが良さそうっすね。あ、そっちにね、ジェール。あ、いいっすね。やばいやばいやばい。リベンジ成功。はい、ということでとりあえず1個目ゲットです。はい、ということで、じゃあシャケクレーンさんにはこちらのルフィをチャレンジしてもらいます。寄せ甘めで手前の高さのあるバーに当てつつ、はい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 、ハンプルってことですね。特に、おった。あ、でもこれは刺せる、ワンチャン。男のプライズはもう刺しても何してもいいんです。女の子のプライズだけは優しく、はい、男はもうもうバンバン道徳の道から外れていいんです。道徳の道から外れって言うのはやばいです。頼む、刺せないですか？いけ。あー、ちょっと抜けちゃったけど、奥すぎました。ちょっと奥すぎ、いや全然全然もう、まあまあまだチャンスは。ちなみにクレーンレディオンさんだったら刺しますか？はい、でも僕でも刺しますね。これ刺し狙って、まあ刺さなかったも回しちゃえばとりあえずなんか いけるかなみたいな。わかりました。そうね、あ、刺さない。でも一回修正入れられるんじゃないですか、これで。ほらほらほら、おお、すんごい動き回る。さっきクレーンゲニオさんが教えてくださったんですけど、はいはい、ちょっと寄せ強めでもいいんじゃないかっていう。そうっすね、縦ハメ松戸店で縦ハメするんだったら僕寄せ強めで結構やっちゃいますね。角度ついたら、はい、ワンチャンそのまま奥も行けるし、これじゃあ奥行きますね。奥行きますか。ワンチャンのパターンで行きます。 OK っす。ちょっと寄せ強すぎました。はい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 。いや、でもいいと思いますよ。いけ。うん、まあここはもうリーチ状態なんで。あれ、きた。いや、きつい。やばい、これシュプリーム。気まずい。これ気まずい。ということで初期位置から、さっき寄せ強かったんで、はいはいはい、はい、ちょっともうちょい寄せ甘めにしました。寄せ甘めで、寄せ甘めと寄せ強めのせめぎ合い。あ、いいですね。あ、いいですね。ちょっと寄せ強くしました。ただ左もちゃんと入るように。はい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 。モンキー、モンキー、モンキー。あ、でもこれはうん、押しても来てるけど、すみません、テンションダウンです。あー、惜しい。あ、バイバイ。おー、そう、バイバイ、ありがとうね。うん、まずあ、ちょっと、あ、でも若干、あ、でもいい、あー、だいぶ広げました。いいっす、いいっす、全然。いけ、いけ。あー、難しい時は難しいんですけど、まあでも、もうミスショットが目立つ。おー、いけた。だいぶコメントに困りました。大丈夫です。ここから巻き返していいですか？行きましょう。次僕のターン、琥珀ちゃん。まあでも結構琥珀好きなんですよね、キャラ的に。うん、可愛いし、なんか性格がめっちゃいいなって。性格もいいですね。そうなんですよ。足速いし。あ、でも強い女性っていいですね。エンゲルさんは強い女性が好きと。いや、いいと思いますよ。ドドン。立たせて。とりあえず立たせましたね。これでも手前ですか？手前角。手前、なんか重心ちょっと把握してないんですけど、はい、角度的に手前の方がいいのかなという。そうですよね。とりあえず手前行きます。うまい。はい、これはいい。
落ちそう。ヒュンで、ヒュンでお願いします。ドクターストーンはあれですか、漫画派すか、コミック。僕はアニメでした。あー、で、ジャンプで一回見た時に、はい、いきなり見る、あ、おい、しかし話はしゃっちゃった。はい、ということで300円で引きました、ゲット。一部の川かな、綺麗だからな、多分長瀞らへん、多摩川ではないかな、多摩川ではない。ということで、スイカちゃん、これはどういう感じですか、立てる感じ。今日の抹茶は立てるのかなって。あ、今日の抹茶のトレンドは立てることだと。立てることなんか最近僕らよく行く店は基本立てたらなんか起きますよね、はい、そうっすね。手前のピンクバー奥、あー、はいはいはい、意外と悪くないんじゃないかと思って。いや、ありがとうございます。角度つける感じでね。そうそうそう、あ、これですか、これですか、いいですね、悪くないっすよね。いや、いいと思います。ほら、来た。いや、生き生きしたんですよ。急に本気出してくるじゃないですか。あざす。もしこれかっこいいと思った人は、はい、僕に LINE。 クレンゲリオンって名前やってるんで、さすがに取らないとダメっす、失礼かなっていう感じなんで、いきます。ちなみにこの映画を見られましたか、一番最初に。あ、見ました見ました、全部も見てます、映画もアニメも。いい、ね、コミックはなんか昔、はい、それこそ満喫とかで一気見したっすね。はい、漫画もあるんですね。そうなんですよ。あれ、えい、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 あれ。ちょっと想定外の島村より安い。島村。おやおや、ここでまさかの大幅短縮。僕も感謝してた。いきましょう。じゃあお願いします、パタモン。行きましょう。デジモンちっちゃい頃あれやってました、なんか育てるってやつです。はいはい、はい、あれ最近復刻するらしいですよ、液晶画面変わって、まあ、すごいっす、だいぶ豪華な仕様に。そうそうそう、6000円ぐらいするらしいですよ。気になる。ああ、でもいいんじゃないですか、結構がっつり寄せる感じですね。一気に回れば確かにチャンス。ああ、抜けちゃったけど、抜けの細道。まあ当たれば。あ、違う、当たる、入れ入れ、松田かかる、松田、松田さん。あ、安全策どっちですか。安全策行きましょう。あ、いいんじゃないですか、でもこれはいいっすよね、さすがに、はい、重心があれなんで。あ、すごい、あ、松田、さっきのクレーンゲニオさんの やつ見ると、はい、寄せ強くして、はい、ちょっと滑らせぐらいでアーム入れるぐらい。ああ、そうっす、まあワンチャン角度ついちゃっても僕乗せできるんで、こういう感じ。あ、いいですね、だいぶ沈みましたね。もう滑らせるぐらい、これ滑りますよね、滑ります。天井滑り。天井滑りって技なんで、いい感じですか。いけますよ、これは。いけ、パタモン。あ、よし、いけました。おめでとうございます。ありがとうございます。パタパタ、あ、ちょ、パタパタ。あ、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあサブモンに挑戦ということで、はい、で、まずは、あ、オッケーですね、立ちましたね。ちょっとこれ加工するときに左行きながら下がってるんで。そうですね、なんかちょっと今日まっちゃんその傾向ありですね。ですこうやって左にね、やばい、シュシュシュって行くんで、ギリ引っかかり、投げろ投げろ、あ、あんま投げない、隙間足狙ってみますね。あ、惜しいっすね。ずれるの計算しなかったですね、完全に。あー、でも抜けても、そうなんですよ、抜けてもここに入るんで、結果的にまあプラスになるというか感じですかね。滑らせて入るぐらいで、そうっす、これで、ね、これで引き上げながら、もう、あー、でも上げすぎた、側面かな、ダブダブ。急にガブボンになっちゃいました。いけ、回れ、いけ、あー、惜しい。なんか最近でもこの箱結構大変。どうしました。どうしました。隣の金髪に言うと石田なんだと思って。急にそこが入ってきちゃいました。全然大丈夫ですよ。さっきも、ね、言ってたんですけど、デジモンのキャラってみんな名前普通だよね。そうですよ。かけるヤマト V6 に、そうっすね。確かに V6 に、そうはやばい。これで、あー、でもちょっと、あ、抜けちゃった。あー、よし、いかないか、お願いします。滑る。あ、もうさっきと同じ。はい、はい、うーん、同じ感覚ですか。あ、危ねー。あの、ということで、ガブモン、僕実はガブモンが一番好きなんですよ、初期デジモンで。手前のドアすごい設置してます。これ利用しますか。 OK です。この角度をつけて、はい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 、あえて今回奥のピンクまで手前に
手前に来すぎてるんで、はい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 、でバーンに当てつつ奥に投げて斜めにはまる、ベネチアで本体で倒して、あー倒せなかった、とりあえず投げる感じですかね、ワンチャン落ちる、いけ、あーでもこれ滑り止め効いてなかった、ダイス効いてないですね、あんまり、あーいける、左爪使いつつ、そういうことですね、奥側に倒せれば倒したい、来た、いい、いい、いい、これもうリーチですね、奥乗せなんですよ、ちょっと乗せすぎた、いや、でも悪くないと思いますよ、もう来たー、いい、いい、あーやばい、これはどうですか、初期位置しますか、それとも思いですか、あと初期していいですか、500円 OK です、初期位置しましょう、初期の判断ですね、ラスト500円で初期値から取りますんで、行きましょう、角度、まずは角度つける感じですか、じゃあそうですね、はい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 、バーに思いっきり当てて、当たれ、来た、はい、これだ、滑り止め効いてないんで、はい、これでワンチャンもズルズルいくんじゃないかな、確かに、で、さっきみたいに止めかけ、もう、いや、はめちゃいます、もう滑り止め効いてないってのは知ってるんで、確かに、とりあえずはめちゃえば意外と粘るっすね、ねじれず、やりすぎかもしれないけど、いやでもやりすぎ工事、やりすぎ工事抜けました、来た、これはこれはむずい、そう、すいません、ラスト100円、初期位置しますか、いか狙いかな、右が重かったっすね、下の、あ、はいはいはい、これでバレキャストっすね、いけ、いけいけいけ、頼む、いけ、頼む、ちょっと、あー惜しい、でもこれ続けない、とりあえず5000円で7個ですかね、最後と同じですよ、結局やっぱ7個取れるんですね、僕らは最強っすね、よかったっすね、よかったよかった。